おはようございます。今日は電源のお話です。車中泊を始めた頃はね、これです。500円、ダイソーで500円のモバイルバッテリーです。これを何台か買っていろいろ使ったりしてやってました。モバイルバッテリーをあんまり車内に置きっぱなしにしたくないので、破裂したり火が出たりそういう事故が多いので、ということでサブバッテリーを入れようかなと思って、シールドバッテリーの20アンペアを入れました。そこからいろいろ出力、12ボルトの出力とかを取るようにしてやってました。まあそれはそれである程度できたんですけど、100ボルトはさすがにそこからインバーターとか取るのは20アンペアしかないので難しいなと思って、ポータブル電源を買いました。288ワットしかない小さいやつなんですけど、でそれと鉛バッテリーの20アンペア、ポータブルを充電して、そこから鉛バッテリーを充電して、そこから12ボルトの出力を取るという感じで使ってました。まあそれはそれでそこそこ使いました。つい最近までプロボックスはそれでやってましたね。で今回エブリのシステムを組むにあたって、前回ブラックフライデーの回でちょっと話したと思うんですけど、若干重複しますが、まずですね、通常のキャンピングカーに使われているサブバッテリーのシステムだと、走行充電に関しては車両用のバッテリーから走行充電器、サブバッテリーという充電の流れになります。ポータブル電源を持っていった場合は別にシガーソケットとかから、電源を通って充電するという形になります。出力はポータブル電源はポータブル電源で単独、サブバッテリーはサブバッテリーでまた単独なので、2系統の出力になります。サブバッテリーから 100V の出力を取りたい、そういう場合はインバーターというものが必要になります。合わせて合計っていう感じじゃないんですね、別々に使うという感じになります。電気をね、多めに使うパターンになると、ポータブルだったら 1kW級が欲しくなってきたりとか、サブバッテリーも今回使うような30アンペアではなくて100アンペアが基準になるんじゃないでしょうか。そうするとどんどんね、大きくなっちゃうんですね、システム自体が、重量も全てというのが通常のサブバッテリーのシステムです。エブリーのシステムはですね、バッテリーから走行充電でサブバッテリー、これが30アンペアなので、だいたい1時間走れば満タンになります。サブバッテリーからポータブルに充電します。これが8アンペアなので3時間ぐらいかかると思うんですけど、ただこれ違うのが、走行じゃなくていいところですね。走ってなくても常に充電されるので、ここがちょっと違うところですね。今度は出力系統になると、ポータブル電源から全て出力します。 12V も 100V も。サブバッテリーは何の役割かっていうと、ポータブル電源のためのサブバッテリーになります。なのでサブバッテリーとポータブル電源合わせた合計の容量が、システム全体の容量になります。これが通常のと違うところですね。でポータブル電源にはインバータも含まれているので、インバータいりません。こうすることによってかなりコンパクトで、700ワットクラスのポータブル電源と同じぐらいな感じだと思います。ポータブル電源以外は隠れているので邪魔にはなりません。これを名付けてハイブリッドシステムというふうに呼ぼうかなと思ってます。おはようございます。問題の電源システムの製作に取り掛かりますが、このバッテリーはここ最初に開けた穴のとこ収まりますが、横にして使おうと思うんです。これはなんか土台を作って収めようと思います。この辺をつなぐのに、これゴムの穴が開いてるんで、ここを通すのが一番楽なんですけど、ただケーブルの長さが足りません。そうするとなので
この辺に穴を開けないといけません。あと配線で気になるのが、これセンサーらしいんですよ。これ電圧センサーというかバッテリーセンサーの電圧かなんかをチェックしてるのか。なんかね、動画で見たんですけど、これマイナス側なんですけど、なんかこれよりここにつけろって言われてるんですよ。こっち側に、こっち側じゃなくてこっち側はつけやすいんですけど、端子側ここにつけろって言ってる、この外側に。なのでどうしようか考え中です。穴開けます、開けちゃいます。なんか斜めで、あ、なんで折れました。あ、折れちゃいました。動いた、貫通しません、貫通しません。おお、できました、買いました。ホールソー 25mm、 開きました。余ってる金物を使って端子をこっち側に増設しました。安定してないのでハンダでハンダ付けします。とりあえずここまで来ました。配線もまだ止まってません。台座を作りました。ここね、30ミリ上がってる、30ミリ下駄剥がしました。というのは放熱板があるんですけど、ということはかなり熱を持つということなので、隙間をね作って風通しを良くしてあげようという作戦です。こんな感じに収まります。プラスまだ繋いでません。マイナスだけ繋ぎました。マイナスの端子はね、増設した端子のところに繋いで、この穴を通ってターミナルを新たに作ったので、ここにプラスと、あ、プラスとマイナス、ここのターミナルがバッテリーのプラスとマイナスと同じということになりますので、これを基準に配線を回していきます。おはようございます。配線処理をやります。これは端子がついてないので端子をつけようと思いますが、ちょっとかしめるのが大変なので、ハンダ付けです。これをいつも忘れるんだよな。これね、5.5 スクエア。細いけど、40センチしかないので。で、40アンペアのフューズ入れました。こっちも40アンペア。最初にね、ついてたやつは45がついてたんですけど、40にしました。はい。完成。はい、バッテリーはこんな感じで収めました。底上げしたのでぴったりです。ターミナルはこれマイナスです。向こうがプラスです。じゃあ配線やります。これアルトプラスって書いてあるの、これがメインバッテリーとプラスです。でアウト、これがサブバッテリーのプラスに入ります。でマイナス共通って書いてあったので、ネガティブマイナス、ここ2本、これがサブバッテリーのマイナスとメインバッテリーのマイナスに、イグニッションここは後でヒューズボックスから取ります。線はね、実は天井をやった時に引っ張ってあるので、そんなに手間じゃないと思います。バッテリー
温度センサー BTS、 ここ BTS はこれなんだけど、ここにバッテリーの横の辺にテープでくっつけました。できました。今エンジンをかけて赤がついてるので、これが赤いということは充電されてます。これがサブバッテリー、黄色は何色、何色じゃんか、バッテリー電圧正常です。で満タンになるとこれがグリーンになる。これがバッバッテリータイプインジケーターデフォルト。え、 SLA って何、これリチウムだからブルーになるんじゃないの。なんか設定変更するとかないでしょ。わかりませんね。はい、とりあえず OK。 走行充電器はですね、エンジンの横についている発電機から通常はメインのバッテリーだけ充電するんですけど、メインのバッテリーとサブのバッテリーを両方制御して充電してくれるのが走行充電器です。なので走行充電器がおかしくなるとですね、メインのバッテリーもなくなっちゃうんですね。そういうことが起こると雪中車中泊をしている場合ですね、最悪ですねエンジンがかからなくなるのでちょっと危険なことにもなってしまうんですね。なのでちょっとね高いんですけど、ブラックフライデーを待ってレノジーというところの走行充電器を買いました。50と30の2種類があったんですけど、50にしちゃうとケーブルとかも全部太いのを用意しなきゃいけないので、30あれば足りるので現状は30にしました。ポータブル電源の中型ぐらいにしときゃいいんじゃないのって思うんですけど、充電のスピードが違うので連泊するとですね、次の日1日移動しただけで満充電になった方がいいので、サブバッテリーと走行充電器のコンビネーションにしました。ソーラーパネルがあればちょっと足されるんですけど、積雪があるんですね、これからは。そうすると充電できなくなってしまうので、まずは走行充電をしっかりしたものを作ろうということで、今回はサブバッテリーと走行充電器プラスポータブル電源という形になりました。謎の原因が分かりました。もうマニュアルは老眼おじさんには辛いですよ。ここにスイッチがあるみたいです。はい、青になりました。以上です。どうでしたでしょうか。今回のハイブリッドシステムって呼んでるやつなんですけど、自分的にはね割とこれいいんじゃないかなと思ってます。最初に開けたあのでかい穴の中にですねぴったり収まってるしですね、露出してるのがちっちゃいポータブル電源だけなので、ポータブル電源ってね意外とこう邪魔になるんですよ。そこそこ重いしね、軽いとはいえ狭い車の中であっちやったりこっちやったりするの意外と邪魔くさいので、小さくて軽いに越したことはないです。今後アップグレードいろいろしたいなと思った時に、ポータブル電源を700ワットぐらいのにするとですね、足して1キロワット級ぐらいになるんですね。そうすると結構いろんなもの使えるんじゃないかなと思います。課題はね、サブからポータブル電源に配給する量が8アンペアなので、どうかな、間に合うかなという気はしています。以上です。ありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。